仮暮らしのアリエッティの予告編を劇場で見ていただいた方もたくさんいると思います。その時に、これは主に東方シネマズ以外の劇場で見た方なんですけども、セミの声の音だけでと雷の音で構成されている予告編を見た方もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけども、これが急遽あまりにその効果音が素晴らしいということで予告編として採用されたという話は以前にもしました。この音響効果を担当しているのが笠松浩二さんで、今日はその笠松さんのお話をしてみたいと思います。笠松さんというのはデジタルサーカスという会社を率いている方で、サウンドデザイナーというかサウンドエンジニアなんですけれども、もともとはテレビの仕事をたくさんしていました。テレビのバラエティ番組なんかもたくさんやってましたし、その中でも代表的なのは今も週の半分はその仕事をしているというめちゃめちゃイケてるっていうフジテレビの番組があるんですけれども、それの、効果音をやっております。その後も、テレビドラマやそれからどんどん映画とかにも進出してきて、仕事 の, 領域をどんどん広げているんですけれども、スタジオジブリと笠松さんが最初に出会ったのは2005年に豊の森ジブリ美術館用の短編として制作された星を買った日という作品でした。この時の効果を担当してもらったのが笠松さんで、これが とても評判が良くて、それで翌年の江戸戦記でも効果を同じく担当してもらいました。それから2007年になると、これも井上直久さんの絵の世界、イバラードの世界をですね、映像作品化したイラード時間という、これが DVD とブルーレイで発売されている作品があるんですけれども、これの音響効果ということで担当してもらっています。そしていよいよ2008年に公開された崖の上のポニョでも音響効果ということで参加してもらっていましたけれども、それからもう一つ最新作としてはですね、読売新聞の企業広告で企画宮崎駿、演出宮崎五郎っていう杉浦茂さんの漫画が動くというアニメーションがあるんですけれども、これのも効果で参加していただいています。そしていよいよ仮暮らしのアリエッティなんですけれども、ここでも笠松さんにはもちろん音響効果の方をやってもらっているんですけれども、それ以上に今回は仕事の幅を広げています。というのはセシルさんの音楽の選曲と編集も担当してもらってます。で、 5.1 チャンネルのトラックダウンなんかも笠松さんが行うそうです。笠松さんというのはもともと作曲もできる人で、調べてみたところ CD としてその先ほどお話しためちゃめちゃイケてるのサントラのスタンプのテーマみたいなものも CD 化されていたんですけども、そういう作曲もできる人なんで、今回音楽の方もいろいろ担当してもらおうということで笠松さんにお願いしています。笠松さん近々ジブリにいらっしゃるそうなんで、その時にはまた取材を行ってこの場で何か情報を報告できればと思っています。今日は笠松さんのお話でした。